どうも、朝日でございます。ご視聴よろしくお願いいたします。今日はこちらの水槽、通称流木の森水槽なんですけれども、まあなんでそういうかっていうと、あのね、流木をめちゃくちゃ使っている水槽なんですよ、でも今や水草がいっぱいで流木全く見えない、はい、まあ、ジャングル水槽だったんですよね。で、今これ実はトリミングした後、トリミングというか、あの浮き草がね、もうジャングルみたいになってたんで、でそれはそれで私好きだったんですけど、まあ、さすがにね、ちょっといっぱいになってきちゃったんで、水草、浮き草をね、取り除いきました。今回もバサッと。もともとはねこんな感じ。これでももう1ヶ月ぐらい前のやつなんで、もっとひどかった。もうね、あの水がね見えないぐらい、水面が見えないぐらい覆ってたんで、まあちょっと少なくしなきゃなってやり始めたら、もういっそ全部やっちまおうみたいな気になってきて、でまあそんな感じだったんで、ちょっと動画には抑えなかったんですよ、だけどまあ昔はこんな感じでね。厄介だったのがね、このちっちゃいあの水草、浮き草、ちっちゃい浮き草、これね、これがねひどいんですよ。もうねひどい、全然取りにくいというか、でなんで取りにくいかっていうと、まあこれこうやってちょっとでも網を落とす、こうやって全部ついてきちゃうんですよね、裏にも表にもっていうか、こんな感じでね。だからすくっても、すくってはいいけど取り除けなくて、で今私茶こし使ってるんです。茶こしがね、茶こしがいいのは、こうやってねポンポンってやるとね、下に落ちるんですよ、こうやって、こうやってね、これがいい、で網だとね、なかなかこういうことができないんで、まあ水流で流すとかなんですけど、それだとめちゃめちゃ時間かかったんで、浮き草には、茶こしがいいなと思いました。で一応全部取り除いたんで、ちょっと明るくしようと思って、まああとどんな感じになってたかなっていうのも あったんで、一旦流木をこう取り除いたんですよ。押したらめちゃめちゃ透明度あるでしょこれ。でこの水槽を3月ぐらいに一回ね、半分リセットぐらいな感じで作り直してから、水替えしてない水槽、水足しだけなんですけどね、これもめちゃくちゃ綺麗なんですよ、で取り除いてこれ綺麗だなって思い始めちゃって、ちょっと明るい水槽にしようかなと思って、まあ夏ですしね、で取り除いて少しだけね、整理したのがこれ、今度はちゃんとね流木も見えて、でやっぱもともとはね、流木の森なんで木漏れ日が差すような水槽を目指していたんですよ、木漏れ日差すようなね。だからまあ最初のコンセプトに近い形の、イメージにして仕上がりました、でね、ライトはねスポットライトで照らしているんで、やっぱこの光のね濃淡がいい感じじゃないですか、光と影のねコントラスト。でちょっとまあ今いるのは、お魚も隠れちゃったんですけれども、カージナルテトラがねいるんで、カージナルテトラがこの中をね泳いでくれるとやっぱ綺麗かなっていう、キラキラ輝いて綺麗かなっていうふうに思いますよね。はい、ということでちょっとね今日は簡単な、日曜日ですよね。日曜日で撮ってすぐ編集してって感じなんで、ちょっと雑といえば雑なんですけれども、今日はねこの流木の森水槽をトリミングと、まあレイアウト変更をしてみたっていう動画ですね。はい、ということでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録まだの方、チャンネル登録よろしくお願いいたします。あと今日の動画良ければグッドボタン、悪ければバッドボタン、あとコメントどしどし待っていますよ。ということでお送りしましたのは私朝日でございました。ご視聴ありがとうございました。じゃあ。